こんにちは、吉田さん。吉田さんよくね、私がね、麻雀っての親父、麻雀っての親父って言うんで、まあ今日はね、麻雀の話からちょっと始めましょうか。麻雀ってポーカーみたいに最初にパイが配られるんですよ。ハイパイって言うんですけどね。で、13枚から14枚配られてきて、まあそのハイパイによって、どんな役に向かうのかとかね、何が一番早いのかとか、それとも、まあ、最初からちょっと無理だなと思って諦めるのかっていうふうに、まあ、最初ハイパイが配られた時点でもう勝負が始まってるんですよね。まあそこでやっぱりこう他の人もいるわけなんですよ。で、他の人は自分よりも先に行きそうかなとか、自分よりも高い手が作れそうかなってことがハイパイの段階で分かる人と分かんない人がいるわけですよね。まあその時点でもう勝負は決まったようなもんなんですよ。あと、まあずっと手を進めていくうちに、この相対関係って言って、最初は自分の手が速そうだなと思ったけど、思うより進まなかったりするわけなんですよね。で、他者に対してもそれが言えるんですよ。他者も、遅かったかなと思うけども速くなったりするわけですよね。まあ来る範囲によってまた変わってきますから。で、そういうのが感じられない人がもう負け組なんですよ。これ人生でも同じで、自分の歩みはこのまま行ったら大丈夫かなとか、このまま進めていって本当にゴールにたどり着けるだろうかっていう自己判断ができないと、もう好きだからやってますとかね、もう途中からもう投げ出すこともできないでやってますとかって、今度はね、継続するのが目的になっちゃって、大切な目的を達成するためにある手段が、例えば今のやってる仕事だとか人間関係だとかっていうことに気づかなくなっちゃうんですよね。まあ、非常にそれがね、人間ドラマというか滑稽でもあるし、なんか気の毒でもあるんですよね。で、それをね、頼まれてもないのにね、こう、あ、君ちょっと道間違えてるよとか、まあそりゃ麻雀で言ったらね、それ上がれんよとか言ったらね、怒り出す人がいて、まあそういう人だから先に進まないんだろうなと思いますよね。で、結局世の中情報が第一になってきまして、その麻雀もね、事前にどのぐらい情報を知っているかとか、どのぐらいトレーニングをしているか、どういうふうな、巡り合わせが来たらね、先に進めるのかとか、挫折した方がいいのか、ドロップアウトがいいのかっていう判断材料がかなりあるんですよね。でも残念ながら麻雀をやる人って、学習して麻雀やるんじゃなくて、麻雀をやる体験の中でいろいろ覚えていこうかっていうふうに結構甘い考えを持ってるんで、その事前準備、情報不足なんですよね。で、あと油断もすごくするんですよ。で、挙句の果てには、油断もある上に、なんていうんですかね、まあ敵を知り、相手を知りじゃないですけども、相手が誰かよく分かってないのにやるみたいなね。それこそ人と人っていうのは出会った瞬間に相手が見抜けるぐらいじゃないと勝負にならないんじゃないかなと思うんですよ。まあ例えばね、よく体を鍛えてる人とかは見た瞬間にどっちが握力が上かなとか、どのぐらい上かなっていうのがね、分かったりとかね。で、マラソン選手なんていうのはな、スタートラインに立った時に体型で誰が一番ダッシュを切るタイプなのか、持久力が誰があるのかってことをね、やっぱこう見抜くわけなんですよね。まあ、同じように顔つきっていうのも一つの情報源ですから、顔によってですね、どういう人格なのか、どのぐらいの根性があるのかとかね、それから精神的に強いのか弱いのかっていうことを、こう見抜ける人と相変わらず見抜けなくって、しばらく付き合わないとわからないっていう人とかいるんですよね。これ厳然たるそこは事実であって、犬でもね、自分に勝てそうな相手とか、こいつには絶対負けないぞっていう相手とかいて、弱い犬ほどよく吠えるっていうことわざもあるぐらいに、あ、これにはかなわないなと思ったら、せめてね、キャンキャン鳴いとけみたいになるわけなんですよ。で、ドーンとね、強い犬っていうのはね、もう自分よりも弱い奴らは相手にしないんで、じーっとね、黙ってるだけみたいなね。で、このビジネスをね、するときにも、結局、ほとんど勝負が決まってるんじゃないかなと思うんですよ。例えば、このサイトを構築したりとかね、まあいろんなもう、ものを作ったりとかするんですけども、まあなんせ時間の使い方が下手だったら、ものすごい時間かかりますね。で、その作業には時間がかかってしょうがないんだと思っちゃうわけなんですけども、まあいわゆる生活圧迫したりとかね、なんか他のことができなくなっちゃったりするんですけども、まあ言ってみればプロってのは両立してるからプロなんですよね、きっとね。なんかこう一生懸命仕事をしててもプライベートちゃんとこなしていくとか、友人関係維持してるとかね、すごく上手なんですよね。だからそういうところが多いんじゃないですか。なんていうんですかね、副業を始めたけども、でも本業が忙しくなっちゃったんで、ちょっと一旦副業中止しますとかね。
ずっと人生変わんないじゃないですか、そんなの。だから1個新しいことをやって、今までやっていたことを1個やめないといけないんだったら何も進歩してないってことなんですよ。で、両立するっていうのはやることが増えたけども全然パフォーマンスが落ちないっていうかね。いや、逆にパフォーマンスが落ちないから新しいことをやれるとも言いますよね。そういうふうに考えていくものかなと思うんですよ、うん、だからなんかこの、うん、サイト構築一生懸命やったからといって別に麻雀店は続くみたいな、麻雀のパフォーマンス落ちないみたいな感じですよね。それは営業最終日まで麻雀店はあるわけですから。あ、じゃあね、なんかアフィリエイトをずっとやってたから会社の決算落としましたとかね、会計ができませんでしたって通用しないですからね。きっちり今までやってきたことは全部やって、で、それまでなかった人間関係プラスアルファとかね、なんかこうデートも全然こうサボらないとかね、でやるとかね、まあ、そんな風になってきて人間ってのは深みを帯びるんですよね、きっと、うん、よくそんなに同時に一生懸命やるねとかね、いくつ掛け持ちしても全然こうパフォーマンス落ちないねみたいな、まあ、そういうのがプロになっていくことかなと思うんですよ。で、そうすると一つをやめた時にものすごいまた爆発的に伸びるみたいな感じになるんじゃないかなと思うんですよ。で、そもそもその何サラリーマンをやりながらその内職っていうんですかね、副業ができなくってな、何ができるんだと思っちゃいますね、今度は逆に。だってサラリーマンの勤務があって自己育成の時間っていうのは絶対いるわけじゃないですか。そのサラリーマンっていう社会の中で新しい資格を取るにしても昇進を目指すにしても、みんなと同じペースだったら絶対出世しないわけですよ。で、仕事が終わった後にその仕事で出し抜くためにさらにやるみたいなことが出世のキーポイントだと思うんですけども、で、新しいことやらないといけないですよね、うん、で、新しい人間関係も作んないといけないし、で、それでいて、例えば家族がいる人なんてのは、仕事が忙しいからちょっと家族と付き合いませんとか言ってね、まあ、奥さん放置とかね、子供放置ってわけにいかないですもんね、うん、やっぱそういうふうに片手間になっちゃう、片手落ちか、片手落ちになると先は見えてるかなと。で、よくのここよくあれですよね、その給料が上がらないサラリーマンが副業やろうと思ってるけど忙しくてできないっていうことはもう昇進の希望はないですよね、なんかね。じゃあ平野お前が一番忙しいのかってことになっちゃいますよね。いや、お前の上司なんかもっと忙しいだろ、お前の世話も焼かないといけないんだからみたいな。じゃあもっと上、部長とか取締役とか社長は上に行けば行くほど暇なんですかってことですよね。一般社員にはやらないような、できないような仕事もたくさんしないといけないし、それこそ部下もサポートしないといけない人数も増えるし、やっぱり一番暇なのはね、下っ端なんだろうなと思った方がいいかなと思うんですよね。まあ、本来ね、上に行けば行くほど、うん、立場が上がれば上がるほど仕事が増えて忙殺されるんですけども、こなす速度が速くなるんですね。もう処理速度がすごく速いと。まあ、できる人はね、処理速度がどんどん速くなってきて一つの行動で二つも三つもこうパパパって終わらすんですよね。だからなんかこうなかなか目が出ない人とか、いつも忙しい人ってのもうちんたらやってるのにしか見えなくて、なんか腹が立っちゃうみたいですけど同じ時間なのになんでこうなんだよみたいなね。うん、でもまあね、そういう風に見るもんでもないかなと思うのも事実なんですよ。やっぱできない人っているんで、うん、その自分の人生をつかめずに終わる人っているんでね、うん、だそれが誰かが分かんないんですよね。そんな久保さんみたいな生活を送るの一部の人だけですよって言いながら、いや、では一部の人になろうとしてるんでしょって。その他大勢だったら別に今と同じ生活でいいじゃないですかってことなんですよね。ここにも大きな矛盾があるけども、久保さんだからできるんでしょ、吉谷さんだからできるんでしょって言っちゃうんですよね、うん、まあその発想がもう目が出ない人の発想かなと思っちゃうんですよね。何々だからできるんでしょって、いや、だったらあなただからできることをやればいいんじゃないの、なんでその代わりの聞くような人生ばっかり選ぶんでしょうかみたいなね。あなたがやってることはあなたしかできないんですか、そうじゃないですよね。そう思いたいだけであって同じようなことやってる人は5万といるわけですよ。それはよく分かってることですよね。自分しかできないことがもし本当にあるんだったらそんな忙しくなってないというね、そこにもやっぱり思いをきたさないといけないのかなと。うん、まあだからなんかね、こう偉そうに
いうわけではないんですが、でも偉そうに聞こえると思いますけども、吉谷さんとこういうふうにやり取りしてるとね、もう他の人は入ってこれないなと思いますよね。到達しないんで、ここに多分到達しないと思うし、だから多分このやり取りで腹を立てる人もいるでしょう、うん、逆の立場ならそう思っちゃうかなと思いますよね、うん、だから登り詰めないと見えない景色があるってことですね、これはね。じゃあ行ってらっしゃい。